はい、私たち今日立市にあります日立南ドライブインにやってきました。高速道路常磐自動車道日立南太田インターチェンジを降りましてすぐのところにあるんですけれども、周りが非常に開けていてですね、今日のいいお天気がもう分かるようなんですけれども、こちらのドライブインの中に入っていきますと広い駐車場、そしてたくさんのお店が入っておりまして、野菜、そして鮮魚、その他お食事所などがたくさんあるスポットなんです。こちらの日立南ドライブインではですね、現在開業12周年を記念いたしまして、お客様謝恩イベントが開催中なんです。ということでこの時間は日立南ドライブインの飛田俊恵さんにお話を伺いたいと思います。飛田さん、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。さあ、もう年の瀬も迫ってきておりまして、まあ、年末へ向かっているところなんですけれども、現在このお客様謝恩イベントが開催中ということなんですが、こちらのイベントについてまず概要を教えていただけますか。はい、開業12周年といたしまして、12月の19日まで各店舗のイベント開催しております。はい、なるほど、はい、今私たちの後ろにはお野菜、まあ、いちごですとか、はい、みかん、まあ、冬を感じさせる果物もありまして、はい、白菜などのお野菜ですとか、あとそのさらに奥に行きますと鮮魚コーナーで、はい、タコ、茹でたタコなども並べてありますね。はい、今日は地元久慈浜さんの水ダコを、はい、店頭で茹で上げております。なるほど、はい、こちらのイベント、まあ、現在開催中ということなんですが、具体的に今日は何が行われているんですか。はい、今日はですね、回転寿司の一平寿司の方でイベントしておりまして、はい、お寿司の食べ放題、はい、30分間、はい、大人の方880円で召し上がります。あ、だいぶお得な催しですね。はい、はい、小学生から、まあ、お子様はですね、小学生以下のお子様はなんときは無料なんですよ。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんもぜひ今日こちらのお寿司食べに来ていただきたいですね。はい、今日11時から夜の8時まで受け付けておりますので、はい、もりもり食べてもらいたいと思います。はい、そして明日もこのようなイベントがあるんですね。はい、明日はですね、同じ回転寿司の一平寿司でですね、通常営業なんですけども、はい、お召し上がりいただいて生産時に、半額になっちゃうんですよ。なるほど、またこれまた太っ腹な企画ですね。頑張っております、はい、12周年ですので、はい、なるほど。そして週末からはこの鮮魚コーナーでもこのお得な情報があると伺ったんですが、はい、鮮魚店の方でも金土日と週末3日間の特売ということで、はい、お野菜もちろん、お魚もあります、お肉もあります、はい、3種類ね、全部が特売になっております。うん、この時期に、まあ、鮮魚コーナーで並ぶこの季節ならではのものっていうのは何かありますか。もちろんやはり地元の、ね、はい、お魚です。なるほど、始めまして、はい、生魚コーナーにも地元のお魚たくさんありますので、はい、ぜひ足を運んで、うん、自分の目でお確かめください。はあ、もうたくさん並ぶということですね。はい、はい、そしてですね、まあ、年末そして新年に向けておせち料理、おせちの準備などをされる方もたくさんいるかと思いますが、はいはい、そういった関係、例えば数の子とかは並びますか。もちろん、ですね、はい、12月22日から歳末大乱売大市という特売をしますので、はい、その頃からですね、うん、店内におせち商品ずらりと並びますので、はい、数の子ですとか、とタラバガニですとかね、荒、うん、巻鮭、はい、あと人気のありますサーモンですとか、うん、ずらっと並びますよ。はあ、もうたくさんのものが並んでお客さんもさぞかしたくさんいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、お時間ゆっくりね、時間とって、はい、もう店内くまなく見ていただいた方がよろしいかと思います。はい、選ぶ時のポイント、コツと言いますか、どれぐらいの時間帯に来たらいいよっていうものはありますかね。そうですね、通常営業の際はゆっくりご覧になれると思うんですけども、はい、年末、ラスト3日間、29、30、31日大変混み合いますので、はい、早い時間ですね、午前中のうちからもう大変混み合いますので、はい、お時間余裕持って来ていただいた方がよろしいかと思います。うん、お車、駐車場の方は何台ぐらい入れますか。はい、自家用車で300台以上は入りますので、はい、大丈夫だと思いますよ。あ、わかりました。そういった買い物をしながら、そしてこの、この会場内にありますね、はい、失礼いたしました、この会場内にありますこのお寿司屋さん、食事どころなどで楽しむこともできそうですね。はい、もう来週もですね、カンタそばの方で定食類が200円で食べれる日があるんですよ。はい、お、
なるほど、はい、通常はこの定食はどれぐらいのお値段なんですか？700円前後するメニューが並びますね、はい、それが12月の19日に、うん200円で召し上がれますので、はい、ぜひこれは見逃さない方がいいと思いますちょっと行列覚悟なんですけどね。あ、そうなんですか、はい、じゃあこちらもできるだけ早めにというのがおすすめですかね？そうですね、うん、11時から夜7時までになります、はい、わかりました。そして、年末年始の営業などについてもお伺いしていきたいんですけれども、はい、こちら日立南ドライブインさんは年末年始の営業はどのようになっていますか？はい、年末はですね無休になっております、はい、ですね、1月の6日までは、年末年始無休でやっておりますので、元旦もちろんいらっしゃっていただいてお食事もできますし、お魚屋さんの方も営業してますので、ぜひ元旦からいらっしゃっていただきたいと思います。またこちら海から近いですので、あの初日の出なども楽しめそうですね。いいですね、はい、ちょっとその時間ね営業はしてないんですけども、海の方では多分今年ねいい初日の出見ていただきたいと思います、はいはい、お天気良くなるとまたいいですね。はい、はい、その他にもまた、こちらの現在開催中の社音イベントで、はい、イベント、まあ、ライブのようなものも行われるということですね。そうなんです、はい、うち鮮魚店ドライブインなんですけども、はい、ジャズのライブを催してまして、うん、12月の26日の水曜日なんですけども、ジャズライブを行いますので、音楽好きな方いらっしゃいましたらぜひ、ね、お問い合わせいただきたいと思います、はい、具体的に、こちら12月の26日水曜日ですね。はい、はい、こちらの方はですね、サックスプレイヤーの本間雅人さん、率いりますジャズバンドが来ますので、はい、大変盛り上がると思います、はい、よかったらですね、ホームページ、はい、日立南ドライブインのご覧いただければと思います。わかりました。もう大変お得なこの社音イベントが開催中ということで、現在ラジオをお聞きの皆さんへ富田さんからメッセージを頂戴できますか？はい、ですね、ちょっと寒い日続いてますけども、ぜひですね皆さん、暖かく過ごしていただきたいんですが、年末はぜひこちらの日立南ドライブインにいらっしゃっていただきたいと思います、うん、お待ちしております。はい、ドライブがてらにちょっと立ち寄るのもよし、そして買い物のために来るのもよしということで、はい、もうたくさん見どころポイントがたくさんありますね。楽しんでいただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。では改めまして、こちら日立南ドライブインのアクセスについてお伝えします。常磐自動車道の日立南太田インターチェンジ日立方面に下車していただきまして、6号国道信号2つ目の大和田交差点を右折してください。国道293号線に乗りまして、すぐですね、すぐ左手に見えます大きな看板が目印となっていますので、ぜひお立ち寄りください。こちらのお客様社音イベントが現在開催中です。現在ですね、お寿司の食べ放題、そして半額セールも明日ありますし、その他来週にはお刺身の定食なども200円で振る舞われるということですので、こちらの開業12周年記念のこちらのイベントに皆さんお越しになってみてはいかがでしょうか。この時間は日立南ドライブインの飛田俊恵さんにこのイベントについてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。阿部さん、新口さん、もうたくさんイベントがあってお腹もいっぱいになりそうで食欲そそられますよ。はい、この時間は日立南ドライブインから田中がレポートをお伝えしました。